佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今年もクリスマスの季節がやってまいりました。皆さんはどんなご予定でしょうか？家族と過ごしたり、 お友達と、またはいらっしゃる方は恋人なんかといいですねちなみに、私佐藤美久、ガチで仕事が入っております。ありがたいことに、はい、いや巻き惜しみではなくてですね、クリスマスイブと、クリスマスの、2日間であるじゃないですか、どちらもねお仕事というプレゼントをいただいております。本当にありがとうございます。で、今年の、クリスマスのトレンドとして、まずはですね、チェック柄ということで、チェック柄のクリスマスデコレーションというのがいつもの時代にも愛されてきたクラシックなのが、定番なんですけれども、ファームハウススタイルのブームを反映し、今年は爆発的に人気が高まっているそうです。このファームハウススタイルというのは、アメリカンカントリースタイル、田舎町の農家をイメージした素朴さやこう懐かしさ、自然と調和した温かみのあるデザインを取り入れたスタイルのことを言います。そして次がですね、フローラルツリーというのがありまして、昨年のクリスマスから見かけるようになったフローラル、クリスマスツリー、たくさんの花をツリーに飾るスタイルです。今年はですね、ひまわりの、フローラルクリスマスツリーが大人気だそうです。はい、続きましてですね、赤と白ということで、クリスマスといえば、結構皆さん、赤と緑っていうのが結構多いのかなと思うんですけれども、今年は緑がちょっと隅に追いられてしまい、赤と白の組み合わせがナンバーワンの人気だそうです。例えば赤と緑のトランディショナルな、クリスマスツリーに飽きたというか、はい、エバーグリーンを白くスプレーしてから使うものであったりとか、あとは白いフェイクのツリーを使って、赤と白をテーマにデコレーションしてみるのもいいかもしれませんね。ということで、すごいですねこれね、 DIY みたいな感じになりますね、はい、そして、最後にですね、小さなサイズっていうのがすごく人気らしくて、定番の大きなもみの木を、もみの木のツリーではなくて、今年のトレンドはお家で、こじんまりクリスマスパーティーをという時に、最適なこうテーブルに、ね、に乗るサイズの小さなツリーが人気だそうです。まだまだですね、皆さんまだ間に合いますので、ぜひねちょっとご参考にしていただければなというふうに思います。では、最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろいろな現場に出演参加させていただきましたので、ご報告させていただきたいと思います。いつものことながら守秘義務のため詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただければなと思います。まず一つ目がですね、11月19日から放送が開始しております。24時54分からですね、全4話の、ドラマにですね、ショートドラマなんですけれどもに、参加させていただきまして、こちらオンエアがねございました。今ですね、松井玲奈さんが、主役となっている、ドラマでもあるんですけれども、オンエアね拝見させていただきまして、ありがたいことに後ろ姿がねもうバッチリ映っておりまして、本当にありがとうございます。はい、あるちょっとねこうおしゃれな会社の会議室で この私はちょっとクライアント側っていうんですかね、でこういろいろな企画を聞いてるっていうシーンだったんですけれども、すごい少しではあったんですけれども、映ってよかったなというふうに思います。はい、そして、続いてがですね、テレビ朝日さんの、毎週日曜日、朝の、午前9時からですねの、特撮の、の現場に参加させていただきました。記者として、参加させていただきまして、そうですね、すごくやっぱり特撮ということで、なかなか
こうなかなかこう現場にね行くことができない行くことがなかったのですごくこう若い俳優さんたちもう私よりはやっぱりこう若い俳優さんたちがこう頑張ってらっしゃる姿を拝見することができてああ私もねもっともっと頑張っていかなきゃなっていうふうにも感じました。はい、すごくねこれもね映ってるかなというふうに思ってるんですけれども、オンエアが非常に楽しみな作品でございます。はい、続きましてですね、同じく、テレビ朝日さんの、毎週木曜日夜9時からの大人気ドラマですね、に、2回参加させていただきまして本当にありがとうございます。一つがですね、松本まりかさんそして、竹財、照之助さんとがこう、あと西田敏行さんのこう会見の記者会見これもまた記者なんですけれどもありがたいことに本当に、記者会見でのシーンであとそうですねゆうすけサンタマリアさんもいらっしゃったんですけれども、スチールカメラマンということでこう普通の一眼レフのカメラを持ってこうバシャバシャと撮りに行くんですけれどもありがたいことにセリフというかこちらに、目線こちらにお願いしますっていうセリフをいただきまして本当にありがとうございます。嬉しい限りです。でもその場でああなた言ってもらっていいですかお姉さん言ってもらっていいですかっていうふうにおっしゃっていただきまして本当に嬉しい限りです。そんなもう本当にもう緊張もしましたしいやこれをもう絶対噛んではいけないというのをもう肝に銘じて本当に頑張らせていただきました。本当にありがとうございます。嬉しかったです。そして、もう一つですね同じ、ドラマなんですけれどもこちらはですねあるコンサート会場でのもうお客さんで行かせて、参加させていただきましてなんと新人さんが、私の事務所にですね新たに3人かな、ひとみちゃんとは違う有本ひとみちゃんとは違う、また、後輩がですね3人増えてきたんですけれどもそっちの2人が、現場で一緒になりましてですごくやっぱ最初だったのでもう2人ともね大変だったとは思うんですけれどもすごく2人ともね頑張っていたかなっていうふうに思います。はい、でねこのね大きなドラマからスタートするということで本当になかなかね経験できないことだったと思うので本当に今後もね2人には頑張っていただけたらなというふうに思います。はい、そしてですねこの日にですねなんと鈴木浩介さんがですねなんとお誕生日だったということでその場にいさせていただけるというのがすごい貴重な経験をさせていただいて本当にありがとうございました。すごい可愛いドーナツのねケーキがバーッとこうあって素敵な日をね過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。こちらもね非常にオンエアが楽しみでございます。そして続いてですね、フジテレビの、国民的、アニメの実写ドラマですが、オンエアされました。またこの、女子高生ということでもう25になって本当に恐縮というかいいのかなというふうには思ったんですけれども、新人女優の、有本ひとみちゃんと一緒に参加させていただいてそしてオンエアもねあって、2人ともね映っていたので振り向きざまがね映っていたので2人で喜んでたかなと思います。はい、本当にありがとうございます。ね、現場で本当に天海祐希さんが本当にかっこよくて本当お会いできたことだけでも本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、そして続いてがですね、今ボイストレーニングにね通っているということで、前回かな、前の月にねお話しさせていただきましたけれども宇津雄一さんという、今ボイトレに、通わせていただいております。今までで、2回目と3回目ね行かせていただきましていやもう本当に、まあ、前回も多分お話ししたと思うんですけど前の月でもお話ししたと思うんですけど本当に魔法にかかったような本当にそんな感じでいやこんなに一瞬にして変われるものなんだなっていうのを感じることがその場で感じれるってすごく貴重だなっていうふうに思いましたし、まあ、ちょっとねこの後もねちょっと詳しくねお話しさせていただければなというふうに、思っておりますので
ぜひね、ちょっとこの私のこのボイトレでのこのどういう風にしているのかっていうのをちょっと聞いていただいて、もしね、ちょっと歌うまくなりたいなっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとこう実践していただけたらなという風に思います。私もすぐこう変われたので、あのぜひね、あのちょっとそれやってみようかなっていうのがあったら、ぜひぜひやってみていただければなという風に思います。はい、続いてがですね、北の試合のリアルドライが収録ございました。そうですね、138学校さんですね、ブルガリアでお世話になりました、表敬訪問させていただいた138学校の、マリア先生からですね、素敵なお手紙をいただきまして、本当にありがとうございます。もうマリア先生、本当にあの日本語が上手で、ものすごく丁寧なあのお手紙をいただきまして、それもですね、あの映像配信版にも、私もね、お話しさせていただいておりますし、しおりちゃんもともね、本当にすごいね、ありがとうございますということで、お話しさせていただいておりますし、映像配信版もあのご覧いただけているということでしたので、それもまた本当にこうね、約9000キロ離れた、このブルガリアの地で皆さんがあのご覧いただけてるっていうのは、なかなかやっぱり、人生で経験することはできないと思いますので、それは本当にあのブルガリアに行かせていただけて、本当に ありがたかったなっていうふうに改めてあの感じれたなというふうに思います。本当に皆さんありがとうございました。そして続いてがですね、ネット配信番組、ネットアイドルカタカナ佐藤ミトで、生配信させていただいてるんですけれども、ファイナルファンタジー10-2がですね、なんと終わりましたこれ終わると全く思ってなくてですね、私もそうですし、スタッフさんも、そして、プロデューサーさんもまさか終わるとは思ってなかったんです。11月中に終わらせなきゃいけないというミッションをいただいたんですけれども、絶対終わらないというふうにあの覚悟はしていたんですけれども、なんと終えることができまして、いつもご覧いただいている、番組をご覧いただいている皆さんもですね、もうびっくり仰天っていう感じなんですけれども、本当に皆さんのおかげで最後までね、あの進めることができましたので、本当に皆さんありがとうございました。そしてですね、その次がですね、ファイナルファンタジー、こちらも同じくファイナルファンタジー7をね、これから挑戦していくということで、これもね、また大変というか大丈夫かなというふうに、ちょっと心配もあるんですけれども、まあいろんな方にあのアドバイスいただきながら、頑張らせていただければなと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、最後ですね、映画、突然恋人はじめ過去の、私の、全出演作品 DVD が、発売中でございますので、ぜひ他の作品もですね、ご覧いただければなと思います。ブルガリアで上映させていただいた映画22世紀グアもですね、予告編も上がっておりますので、ぜひぜひ皆さんご覧いただければなというふうに思います。でもしね、その DVD 買いたいという方いらっしゃいましたらですね、ご希望の方はぜひうちの事務所までメールをお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、この1ヶ月振り返りますと、本当にありがたいことに、たくさん現場に行かせていただきまして、結構ね、本当に25になって、こう記者とかそういう役をいただくことが多くなってきましたので、どうやっぱこうニュースを見るのも見方も変わってきますね、普段のどういうふうに記者の方こうインタビューとか、こうしているのかなっていうのを、記者の方がこう、マイクにこう、質問しているところを見るっていうのは、すごく見方が変わりました、ニュースの。はい、なのでね、また今後ね、そういう、記者とかの、お役もいただく可能性もありますので、しっかりね、日々ね、勉強していただしていこうかなというふうに思っております。はい、以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。映画主題歌リリースへの道。さて、前回から始まりましたこのコーナーは、先月から、先月からですね、撮影させていただきました映画ラストソングはですねの、主題歌を歌い、その、楽曲の CD リリースに向けて、ボイストレーニングに通いいたしました。そこで、私佐藤美久、その成長ぶりと、途中経過をお伝えしていこうというコーナーです。
で、そもそもなぜボイストレーニングに通うことになったかと申しますと、今回の楽曲のプロデュースをお願いしている元アイウィッシュのナオさんに、相談しに行かせていただいたところ、私の上野であったり、渋谷での、ライブ映像をご覧になられて、声は一応出ている、そして、ただピッチやリズムが全く取れていない箇所が見受けられる、そして、もう少し歌うテクニックを身につけないとということで、ボイストレーナーの内さんにですをご紹介いただきました。先ほどもね、マンスリーダイアリーでもちょっとお話しさせていただきましたけれども、本当にあの内先生ってあのすごくお優しい方で、すごくユーモアがあるというか面白い方でもうあの行くたびにもう笑いますね。その日にあった出来事とかをあのお話ししていただけるんですけれども、とてもあの優しい方だなというふうに思います。で、前回、このコーナーで、ね、あのお話しさせていただいた時は、こう鼻を触りながらうんってこう ハミングうんってやるのが大事ですっていうのと、あと腹式呼吸がね大事というのと、あと高い音ほどあの体をこう曲げていく、そうなんですよ、口と、お腹が近くなればなるほど高い音は出しやすくなるんだよっていう風な、お話ねさせていただいたと思うんですけれども、でこのねこのハミングうんっていうハミングはすごく大事らしくて、例えば皆さんこう新しくというか、あこの曲挑戦したいなっていう時は、まあ、大体こう歌詞を見ながらこう歌う方多分多いかと思うんですけれども、そうではなくって、こうハミングでうん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 とかハミングをしながらその曲を最初にあの音程というかを掴んでいった方がいいというふうに先生が、おっしゃっておりまして、全然あそうなんだっていうのがそれも初めて知りましたし、もう私 もう最初からもう本当に歌詞見ながらこうやって練習するっていうのだったので、なるほどこのハミングすごく大事らしいので、ぜひ皆さんもねちょっと真似していただけたらなというふうに思います。で、これまで2回と3回と、行かせていただきまして、その中でですね、あの皆さん4拍子ってわかりますよね、 1,2,3,4 ってこう4拍子あるじゃないですか、その4拍子の1,2,3,4,1 のこの1拍目がすごく大事らしくて、この1拍目を強く出すとすごく上手に歌えてるように聞こえるんだよっていう風にあの先生から教えていただきまして、なるほどと思いながら、確かに自分で歌っててもあの普段あのいつもこう、一人カラオケで歌う時の歌い方と、あこんなに違うの、こう4拍子すごい大事なんだなっていう風にすごく感じられて、あここが1拍目なんだとかっていうのが、皆さんこう気持ちいい部分があると思うんですよ、こう自分でこうリズムを取ってる中で、でもそこじゃないんだっていうのをあのが分かるので、これ歌いながらこう自分でこうリズム刻めながらやっていくと、あこんな全然違うんだなっていうのがあの分かるので、もしね皆さんぜひやってみていただければなというふうに思います。でこう歌ってるこう中であの結構高い音を、あ低い音か、低い音を結構強調しがちな人が多いらしいんですけれども、それは違うらしくて、高い音こそすごい強調した方がいいんですって。で低い音はもう本当にささやくぐらいでいいらしいんですよ。なのであ、そうなんだって、こう結構こう私はこうしっかり歌わなきゃいけないんだろうなっていう風にあの感じてはいたんですけれども、そうではなくて高い音こそ強調するとよりあの うまさが伝わるっていうのがあるんですよっていう風におっしゃっていただいたので、へーと思いながら、もう何も考えてなかったの今までっていうのがあって、いや本当にこのボイストレーニングね、本当通わせていただきながら、なるほどというこう本当に勉強 になることがたくさんあって、もう本当に復習をしていかなきゃいけないなっていうのはすごく、もうその日にもう復習にしにカラオケ屋さんに飛び込みたいぐらいの感じなんですけれども、あとはですね、私がこうあの自分であのカラオケとかで歌っている時に高い声になるとどうしてもちょっと裏声に走っ
逃げてしまう自分がいて、それはもうずっと分かっていて、あのここ地声で出したいけど喉を壊しちゃいそうだなっていう怖さがあって、どうしてもあの息の量が多くなるちょっと裏声に走ってしまうことが多かったんですけれども、それをその旨をですね、あの先生にお伝えしたところ、あーなるほどねということで、こう音程があって、あの宇津先生がピアノを弾いてくださるんですけれども、あこの音から裏声になっちゃうねっていう風に、でもここはもっと地声でも絶対出るからっていう風におっしゃっていただいて、それも本当にあの口をやっぱ大きく開けるっていうのがすごく大事だなっていう風に思いましたし、その裏声になりそうなところほど、あのさっきもあの高いところはあの体曲げた方がいいって、お伝えしたと思うんですけれども、本当に体を曲げていくと、あの腹式呼吸で溜まったその、空気がグッと押されるので、さらに地声であの高い、音が出る、裏声の部分のところが出るっていうのをすごくその場で実感することできましたし、あこうやってこの結構こう高い音とか裏声になっちゃうなっていうところって、結構こう体反ったりとか顔を上げてしまいがちだと思うんですけれども、それすごい逆効果らしくて、余計に喉が詰まっちゃうらしいので、その体を曲げることによってすごくなんというか喉を痛めない、すごい頑張ってお声を出してるとは思うんですけれども、すごい喉が全然痛まないなっていうのをすごく感じたので、今まで本当に間違ってたんだなっていうのが分かりました。はい、なので皆さん結構こう、あ自分ここちょっと地声でいきたいけど裏声になっちゃうなっていう時がありましたので、ぜひちょっと腹式呼吸でちょっとこう頑張って、あの横隔膜なんですけどね、あのちょっと空気をね頑張って入れていただいて、こう体を曲げれば曲げるほど高い音って出やすくなるっていうのが私はすごく感じたので、ぜひ皆さんちょっとね挑戦していただければと思います。で、この歌ってる、こう歌いながらというか、自分でまあ一曲ね課題をね作るんですけれども、伸ばす、あーってこう伸ばす、部分があると思うんですけど、曲の中にね、そこは、こう遠くへ向かって歌う、あーって遠くの向こうに誰かがいると思いながら、伸ばすとすごく目の前の人ではなくて、こう例えば、会場全体っていうのにすごく響き渡るんだよっていう風に教えていただいた、確かにと思いながら、で確かその、アドバイスいただいて、教えていただいて、それを実際にやるとすごくなんだろうな、なん気持ちいいというか、こんなに自分の声がこう響けるんだなっていうのをすごく感じるので、なのでどこを伸ばすところっていうのはすごく大事なので、ぜひ皆さんちょっと遠くの人に遠くに誰かがいると思いながら、こう例えば「おーい」とかあると思うんですけど、誰かを呼ぶ時に「おーい」と、それと同じで伸ばすところはその遠くの人に誰かがいると思いながら「あー」って歌うと、こう響き渡るというか。圧倒される感じが出ますので、はい、もう本当に前行きながらこう変われる自分が嬉しいですなんか歌上手くなってるのかは定かじゃないんですけれども、明らかに高い声も思った以上に、あ自分こんなに出るんだっていうのも分かりましたし、あ地声でも私出るんだっていうなんか自信がすごくつきました。でもう本当に復習本当大事だなと思って、もうすぐボイストレーニング終わった後にカラオケに走って、バラードで練習するのがいいらしいんですけれども、ぜひ皆さんもね、私もね頑張ってまいりますので、ぜひ皆さんもちょっとね挑戦していただけたらなというふうに思います。頑張ります。以上、今月の映画主題歌リリースへの道のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。詳しくはウェブで公式の、事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見ご質問感想など、お便り送りいただけますようお願いいたします。
メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。